つまりそれぞれやりたいことが違ってたってことでしょ。それで喧嘩しちゃうのは仕方ないと思うけどな。仕方ないじゃ困るんです。このままじゃまた同好会がうまくいかなくなっちゃいます。悩んでるかすみも可愛いよ。先輩こんな時にからかわないでください。からかってないよ。